ANN の世論調査で、東京オリンピック・パラリンピックの開催を延期した方が良いという人が7割以上に上ることが分かりました。調査はこの週末、ご覧の方法で行いました。世界中の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、今年7月に行われる東京オリンピック・パラリンピックについて、このまま予定通り開催が良い人が、 14%にとどまり延期した方が良い人が74%に上りました。中止した方が良いと答えた人は9%でした。また、安倍内閣の新型コロナウイルス対策について評価するが44、4。4%評価しないが3。7%でした。経済対策として消費税率の引き下げを求める。声が与野党から出ていることに。 賛成が53%、反対が38%でした。安倍内閣の支持率は先月の調査と同じ39.8%でした。